こんにちは。こんにちは。5月20日にうちの母親の誕生日じゃない？あ、そうなんですか。5月の20日めぐみさんです。めぐみ5月ビンゴ、村井めぐみ誕生日。おお、お母さんおめでとう。お母さんおめでとうございます。お母さんおめでとうございます。5月20日にアップバンクストア新宿で、月に一度のセガのニコ生があるんです。おお、セガのニコ生、はい、月に一度の、はいはい、プヨクエとかジェンクロとかを、扱ってる番組なんですが、あの小島さんとかと一緒にやってるやつね。そうです、小島じゃねえよ。、はい、そのセガのニコ生に、はい、特別ゲストが今回来てくれるんです。え、それがメインの話？そうです。それがメインの話なの、告知。おっしゃいぞ、言っとけ。そちら特別ゲストはなんとマックス村井さんです。本当すいません。2回目ですよね、今回出るの。前回がいつだ、2回前か3回前かで、セガの、小島さんと、うん、対決したんですよ。ぷよテト対決、うん、でなんか完膚なきまでにやられたっていう。思いのほかぷよぷようまかったっていう、うん、すごかったです。あと私がね、ぷよテトの対戦ルールみたいなものをあまり把握してなくて、あの4段消し、テトリスで4段消しした方が効果的なのか、うん、1段ずつ消した方が効果的なのかとか、うん、識別できず、初見プレイでしたもんね、はい、であまりにもね、あの小島さん、まあ、正確に言っときましょう、タカプロデューサーのね、タカピーのね、そのぷよぷよの圧倒的な速さ、うん、早かったに、完全にあのペースを乱されてしまう。何もできないまま敗れるっていうのが前回でした。そうです。5月の20日は5月の20日で、今回は時のラビリンスの紹介をマックス村井にしていただこうと思います。ついに来ましたね、うん、皆様、うん、時のラビリンス、このマックス村井チャンネルでも2回ほど、はい、事前リリース前のプレイ動画公開させていただいておりますが、はい、ね、ゴールデンウィーク前に出るぞと、うん、ゴールデンウィーク前に出るぞと言われていたのに、うん、はい、もうすでにゴールデンウィークが明け、そうですね、あ、ゴールデンウィーク後に出るぞと言われていたのに、うん、もうすでにゴールデンウィークが明け、5月の中旬、一体いつになるのか、いつ出るのか。我々も楽しみにしている。ゴールデンウィーク明け、はい、まあ、ゲーム業界的な感じで言うとね、うん、ゴールデンウィーク明けは5月いっぱいまでですとかね、うん、春は7月までですよね。あ、そういう空気。あかん。皆様、はい、もうちょっとで出ます、うん、もうちょっとで出ます。近日もしかしたら20日は一緒にプレイできるかもしれない、うん、確かに。できないかもしれない。その時のラビリンスが、アップバンクゲームスと、セガネットワークス、セガさんとの共同プロジェクトです、はい、ということで、そのセガの放送でも時のラビリンスをプレイするんです。で、マックス村井にプレイしていただこうということです。はい、はい、参ります、はい、そのセガさんのニコ生の方に私参ります、うん、ぜひ皆さんチェックしてください。私からするとね、馴染みのないメンバーばっかりなんで、ね、アウェー感ありますけれども戦いに行きますよ。無双しに行きますよ。あともう一個だけ。なんだ、言え。そのおなじみのチェンクロのコーナーで、はいはいはい、トーナメント戦をやってるんですよ。おーおーおー。一般ユーザーのそこに来る人たち。そうです。すげえすげえ。で、トーナメント戦で私もそのトーナメントに入っていて、みんなでバトルするんです。すごいじゃん、はい、勝ったら。誰が勝ったらというか、その中山プロデューサーが、チェンクロの中山プロデューサーが、勝つ人を当てれなかったら精霊石が、7日間配布されるという。7日間？そうです。すげえな。合計7個もらえるんですよ。というチェンクロトーナメントバトルもあります。チェンクロ腕に自信があるという方はぜひアップバンクスター新宿へ、はい、時間は来てください。何度もテロップで出てると思います。そうですね、はい、そのトーナメントに参加していただく方には端末のチェックが必要なので、6時50分までにアップバンクスター新宿に来てください。ニコ生自体はニコ生自体8時から8時からですね、はい、5月の20日8時から、はい、8時からアップバンクスター新宿にてセガのニコ生ございます、はい、ぜひ。じゃあ大きく2個ですね、はい、セガのニコ生にマックス村井殴り込み、うん、時のラビリンスを紹介、うん、もう1個がチェンクロのトーナメントが、はい、みんなかかってこいと、かかってこい、その他盛りだくさんということですね。そうです。皆様ぜひとも、5月の20日っていうことは何曜日だ、火曜日、火曜日ですね、火曜日か、はい、火曜日、うん、そして村井めぐみの誕生日おめでとう、うちのね、私のお母さんの誕生日ぜひとも、楽しんでいただければと思います、はい、概要欄に
介要欄に記事がリンクがありますのでそちらをチェックしてください。あとニコ生の放送ページのリンクも入ってますので、うん、はい、そちらからどうぞ事前にあのタイムシフト登録をしておくといいかと思います。あ、そうですね、はい、あの無料会員の方でもタイムシフト登録をしておくと、うん、あの放送が終わった後に、うんうん、丸々見ることができます。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますのでそちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますのでそちらからどうぞダウンロードで